社会福祉士は、福祉系では、精神保健福祉士、介護福祉士と並ぶ、名称独占資格の国家資格であると呼ぶこともある。社会福祉士及び、介護福祉士法を用い、医療、福祉、教育、行政機関等にて日常生活を営むのに、問題がある人からの相談に対して、助言や指導、援助を行う、専門職である。 資格登録者数は2020年現在で257,293人。社会福祉士はジェネリックな力量を活用し、保健、医療、児童福祉、高齢者福祉、障害者福祉、行政、その他社会福祉業務全般を行う、ジェネラリストソーシャルワーカー的な位置づけであるのに対し、精神保健福祉士は、精神障害者の保険を呼び、福祉分野を行う、 スペシフィックソーシャルワーカー的な位置づけである。また、社会福祉士は、英語で、サーティファイドソーシャルワーカーと呼称されているが、ソーシャルワーカーの故障を独占するものではない。社会福祉士と、精神保健福祉士または、介護福祉士の国家資格を同時に取得することも、可能である。試験科目は、学際的であり、受験者のほとんどは、 一般大学卒業者もしくは福祉系の大学卒業者である。医師、歯科会師薬剤師など資格を保有しないと職務を行えない業務独占資格と違い、社会福祉士は理学療法士や管理栄養士などと同様に名称独占資格であるが、近年では医療保険点数の改定において、単位支援加算や元連経パス、 介護連携指導料等が新設され保険加算のための人員配置基準となり医療ソーシャルワーカーの筆致資格としてほとんどの病院で社会福祉士を保持することが実質的な採用条件とされている2006年介護保険法改正により各市区町村の地域包括支援センターでは社会福祉士の資格を保有する者のみがクライエントからの相談業務 サービス事業者及び行政との連携業務を行う人員設置基準となった。また、障害者福祉施設において、社会福祉士の配置による加算、児童福祉施設の最低基準の改正に伴い、職員配置基準の一つとして、社会福祉士が加えられたため、名称独占資格でありながら、業務独占的な要素を持ち合わせている。年には、 文部科学省の一部改正により、スクールソーシャルワーカーは、社会福祉士の資格を有する者のうちから行うことと、改正された。条文上、青年貢献制度において弁護士、司法書士に並び職能を職業貢献人と認められる、三資業のうちの一つである。職能団体としては、日本社会福祉士会がある。ただし、法務系の資格のように強制加入制をとっていない。 ため、組織率は20%ほど。なお、類義資格の社会福祉主任用資格は公的資格であり、国家資格ではない。社会福祉士及び介護福祉手法において、社会福祉士とは第28条の登録を受け社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術を持つて、体上もしくは精神上の障害があることまたは、 環境上の理由により日常生活を営むのに、支障がある者の,の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者、または医師その他の保健医療サービスを提供する者、その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを行うとする者を言う。社会福祉士国家主権受験資格を得るには、 大学等の指定養成機関で指定の科目の履修及び行政や医療機関、福祉施設等での実習を行う必要がある。社会福祉士は受験資格を取得後国家試験に合格した者の,のみに与えられる。過去5年間においておおむね社会福祉士合格率は25から28%となっている。世の中における社会福祉専門職の需要が高まる中、近年は 社会福祉士国家試験自体が難化しており合格率が低い国家資格の一つである。学士を持たない人が福祉研究のため大学院に個別入学資格審査できる資格である。診療報酬における評価として退院調整加算や介護支援連携指導料などがある。市区町村の地域包括支援センターでは必知資格である。青年貢献制度において 三大専門職講研人として弁護士、司法書士と並び社会福祉士は認められる。日本国によって担保されている社会福祉士の見識の範囲を把握するにあたっては、受験資格、社会福祉士国家試験出題基準及び、試験科目別出題基準、合格基準、及び合格年次などが判断材料となる。社会福祉士となるには、 毎年2月上旬に実施される社会福祉士、国家試験に合格して登録資格要件を有する者が財団法人社会福祉振興試験センターに社会福祉士として、氏名、生年月日、登録番号、登録年月日、本籍地都道府県名及び合格年月の登録を受けなければならない。ただし法令により定められた結核自由に該当するのは、 登録を受けられない。従って、それぞれの登録資格要件を有している者が、試験センターに登録の申請をし、登録簿に登録されることによって、社会福祉士としての名称を使用できることになる。試験センターは登録簿に登録したとき、登録者に対してその証として定められた登録事項を記載した登録証を交付することになっている。社会福祉養成施設とは、 社会福祉士養成校のことで、社会福祉士の養成施設。社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第3条、第1号及び、第5条第14号位。社会福祉士介護福祉士学校指定規則第3条、第1号及び、第5条第14号位並びに、社会福祉に関する科目を定める、省令第4条第6号の規定により、設置される。 養成課程は大別して3つあり、指定科目19科目と基礎科目16科目を養成校等で終了した後、実務経験等の条件によって入学する社会福祉士一般、短期養成施設等を終了したものに大別される、履修科目に関しては、社会福祉士養成課程指定科目を参照のこと、社会福祉士試験は、社会福祉士及び、 介護福祉法第7条2項ののの各号いいずれれかに該当するるもででななけけば受けることができない学校教育法に基づく大学において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を収めて卒業した者のその他そのものに準ずるものとして厚生労働省令で定めるもの学校教育法に基づく大学において厚生労働大臣の指定する 社会福祉に関する基礎科目を収めて卒業したものその他そのものに準ずるものとして、厚生労働省令で定めるものであって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校、厚生労働大臣の指定した職業能力開発促進法第15条の6第1項覚悟に掲げる施設もしくは同法、第27条第1項に規定する職業、 能力開発総合大学校または厚生労働大臣の指定した養成施設において6月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を習得した者学校教育法に基づく大学を卒業した者その他そのものに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものであって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校 厚生労働大臣の指定した職業能力開発行動または厚生労働大臣の指定した養成施設において1年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を習得したもの。学校教育法に基づく短期大学において社会福祉士養成家庭指定科目を収めて卒業したものその他そのものに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものであって 厚生労働省令で定める施設において1年以上相談援助の業務に従事したもの。学校教育法に基づく短期大学において社会福祉士養成家庭基礎科目を収めて卒業したものその他そのものに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものであって指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、 社会福祉士短期養成施設等において6月以上、社会福祉士として必要な知識及び技能を習得したもの。学校教育法に基づく短期大学を卒業したものその他そのものに準ずるものとして、厚生労働省令で定めるものであって、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において1年以上、 社会福祉士として必要な知識及び技能を習得したもの。学校教育法に基づく短期大学において、社会福祉士養成家庭指定科目を収めて、卒業したものその他そのものに準ずるものとして、厚生労働省令で定めるものであって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事したもの。学校教育法に基づく短期大学において、 社会福祉士養成家庭基礎科目を収めて卒業したものその他そのものに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものであって指定施設において2年以上相談援助の業務に従事した後社会福祉士短期養成施設等において6月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を習得したもの学校教育法に基づく短期大学または 高等専門学校を卒業した者その他そのものに、準ずる者として、厚生労働省令で定めるものであって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において1年以上、社会福祉士として必要な知識及び技能を習得した者、指定施設において4年以上相談援助の業務に従事した後、 社会福祉士一般養成施設等において1年以上、社会福祉士として必要な知識及び技能を習得したもの。児童福祉法に定める、児童福祉士、身体障害者福祉法に定める、身体障害者福祉士、社会福祉法に定める福祉に関する、事務所に置かれる、同法第15条第1項第1号に規定する、書因。 知的障害者福祉法に定める知的障害者福祉士並びに老人福祉法第6条及び第7条に規定する社会福祉主事であった期間が4年以上あるものである。上記法7条2項の各号のうち社会福祉士一般養成施設等において1年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を習得したものと記載されているもので履修科目には 社会福祉援助技術演習、社会福祉援助現場実習指導、社会福祉援助技術実習が含まれる。そのうち社会福祉援助技術演習は必須項目で、あるが実務経歴により、社会福祉援助現場実習指導、社会福祉援助技術実習は免除される。社会福祉士短期養成施設等において6月以上、 社会福祉士として必要な知識及び技能を習得したものと記載されているもので、履修科目には一般養成施設と同様に社会福祉援助技術演習、社会福祉援助現場実習指導、社会福祉援助技術実習が含まれる。そのうち社会福祉援助技術演習は必須項目であるが実務経歴により社会福祉援助現場実習指導、 社会福祉援助技術実習は免除される。中央法規出版の通称、養成講座など国家試験対策テキストでは、厚生保護制度までの20科目の順番に番号を振って対応させている。演習、実習指導、実習については、出版社により対応が異なる。前日の養成講座の場合は、この3科目がない代わりに21番に、 資料編を設定している。旧指定科目では、該当科目自体はなかったが、現行の指定科目では、福祉業財政と福祉計画、福祉サービスの組織と経営、就労支援サービス3指定科目が、全くの新規科目として追加され、旧指定科目を継続して履修させているケースの、学生等に対して便宜を図っている場合もある。ちなみに、中央法規出版の旧、 養成講座では演習は刊行されていたが、現場実習指導、現場実習についてはやはり刊行されておらず、代わって資料編を設定していた。なお、社会福祉援助技術論 I2 の後継としては、新たに社会調査の基礎、相談援助の基盤と、専門職、相談援助の理論と、方法 I2 を設定することで対処している。介護概論が、 現行の指定科目で廃止された代わりに、老人福祉ローンの後継である、高齢者に対する支援と介護保険制度の部分で、介護概論の内容を一部包括する形で、対応している。演習、現場実習指導、現場実習については、現行の指定科目では、内容変更及び、トータルの単位数が大幅に増加されたため、直接の後継となる科目のみを表示しすべてを、 表示していない。科目分割や統合などによって、新指定科目で科目履修する場合と、旧指定科目で科目履修する場合とでは、単位数や履修コマ数が大きく変化しているものもある。また、教育機関により、教職課程の強化に関する科目や、福祉心理士、社会福祉主事任用資格などとの共通科目扱いとする場合は、単位数を 他の資格側に合わせて、社会福祉士の本来必要な最低単位数よりも多めに設定するケースもある。また、社会福祉援助技術演習、社会福祉援助現場実習指導、社会福祉援助技術実習を取得単位としては認めるが、卒業単位に含まない教育機関も存在する。ありがとうございます。